こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちらブレイキングゲートをプレイしていきたいと思います。本作横スクロールアクション RPG ということで、本作元はスマホ向けの作品として開発が進行していたようで、実際にスマホ版も発売されています。今回 PC 移植版をプレイしていきたいのですが、少しこの時点でちょっと違和感に気づいた方もいるかもしれないですね。下に乗り換えって出てる。乗り換えって何のことだろうとね。そうですね、ここで例えばここでちょっと英語にすると、キットゲーム、ゲームから出る、なるほど、乗り換え、なるほどってなるわけなんですが、なんで乗り換えだ。まあとにかく日本語はこんな感じになっています。とりあえずちょっと待って、これリセットするってそういうことでいいのかな。一回リセットする予定だったのですがちょっと日本語の翻訳があれなので合ってたかなって思って、で今作こんな感じでちょっと日本語がおかしい形になっています。データの消去 すごい時間がかかってるね。大丈夫かな、私の Windows を消去してるんじゃないだろうか。消去されたようですね。で Windows は大丈夫です、残っています。とこんな感じでね、日本語設定がちょっと残念な感じになっているのと、あとここで設定で見ていただければ分かると思うんですが、解像度を変更することができません。実は YouTube で視聴されている方はちょっとアップスケーリングが入っているので、それほど気づかないかもしれませんが、少し文字や左上のタイトルなどがぼやけて私はには見えています。スケールこれいくらだろう、 720p かな、ちょっとわからないけど、画質というか解像度は低めな感じがします、プレイしている側からすると。で早速新しいゲームの方でやっていきたいと思います。今作ねちょっと設定はしているのですが、ここでもちろん設定も可能ですが、音楽と SFX のボリュームなどの差が結構大きいので、ちょっとプレイしながら調整するかもしれません。よろしくお願いします。コントローラーは Xbox One のコントローラーを使用させてプレイしています。使用してプレイさせていただいています。アートワークが独特だよね。絵柄というか本の世界みたいなキャラクターが上からステッカーを貼ったような感じの。キャプテン、こんにちは。あなたは彼らが私たちを助けるために送った冒険者です。肯定系だね、肯定されたね。間違いなくそうだと。私はあなたが参加するチームのキャプテンになります。これ隊長だよね、多分キャプテンね。すでにご存知のように私たちは王国に対して深刻な脅威を持っています。侵攻の脅威が王国に近づいているんだね。ほら、すぐ先には様々な場所から生まれた次元の門の一つがあります。私たちは誰かが彼らを通して私たちの世界に侵入しようとしているのではないかと疑っています。このため、王国はあなたのような冒険者を送り、彼らのエネルギー源を見つけて破壊します。このエネルギーが次元の結晶であることがわかります?私はあなたがイグロ、このミッションで彼のパートナーに会いたいと思います。イグロってやつがパートナーになるってことでいいの?こいつか?オープニングにいたもんね。じゃなきゃ敵だとしか思わないけど。こんにちは、私の名前はイグロで、王国の錬金術師によって育てられました。結晶のエネルギーを吸収し、耐えることができるのは私だけです。私に従ってください。クリスタルがそこにあります。OK。戦闘のヒント、ハイカットを使用するには方向パッドを下にして攻撃ボタンを押します。空気中に、リフトの敵にこれを使用するか、ジャンプで離れてそれらを押してください。空中にいる敵に使用しろってことかな。あと2つ混ざってるね。こうとこうが混ざってるね。なるほど、攻撃こんな感じか。少し動きがもったりに、あ、ダッシュがあるね。空中でもダッシュ可能。いや、操作いい感じ。でも少しもったり感があるけど、今作独特な感じですね。右上にクリスタルのようなものを、宝箱と、6は何だろう、何か隠されている人形のようなかかしのようなものがありますね。敵のデザインいいね。注意してください、攻撃されています。
敵レベル2だね。やばい、キャプテン気にさらされている。こんな感じか、コンボは。この今やっていた攻撃なんだけど、敵通り、あ、取れないや。あのクリスタルが左上に出てるやつかな、多分。キャプテン頑張れよ。技とかは現時点では持っていないようですね。XP が出ている。あの HP の下に1と出ているのが私のレベル。その下にある紫色、ピンクに近いかな、のゲージが経験値になっているようですね。こんな感じか。よし、倒した。強いな、隊長。名前が翻訳ミスの隊長。お、イグロ、ここだけ英語。どうしようって、これか。クリスタル入手。これはパワーアップに使うということかな。いいね。さあ戻って船長と話しましょう。船長、キャプテン、なるほど、なるほど。キャプテン、話せない、話した。素晴らしい、結晶の吸収は完全に当たれたようです。このゲートを使用するために残りを見つける必要があります。よし、スクショ取っとこう。あれ、スクショが反応しない、どういうことだ。キャンプに戻って残りのチームを見つけましょう。 OK、 オキドキ。こちらがキャンプです。私たちのチームはこの場所でキャンプし、ミッションを支援します。キャンプを残すことができます。残りの結晶が見つかります。何？男の子を覚えています。この地域のモンスター非常に攻撃的であるため、このように私は住民の安全を守るキリアン王国の船長の一人です。隊長ね。もう一度私に話してください。そして私はあなたがするどんな帰りに対しても報酬を与えます。あー、なるほど。ミッションもらえるんだね。うん。経験値2000のクリスタルと2000のコイン？お金かな？ロードが入るんだよね、結構。データ保存しています。これか。左に化け物みたいな人いたな。また私の弟を思い出させます。そうか。これか。新しい毎日のミッション。あー、デイリークエストか。任務のためのミッション。あー、なるほど。お金を使用して、これらのミッションをもらうことができるっていうことでいいのかな。そうだね。お金を消費していますね。取得するチャンス、スキルブック。スキルブックはスキルを取得するために使うってことかな。パンパクロッショ。ロッショ、紫のパンパク。こいつパンパクっていうのか。コウモリ、ヤギ。全部とりあえず取っとくけど、デイリーミッションだから、この20時間以内にクリアしないと、キャンセルが入ってしまう。お前やばい薬やってるような外見だな。大丈夫か。うん。ボルダーカブはすでに私を知っています。何？あんたのコーチなら先祖付けを知るためにここに呼ばれました。あ、ここで技を覚えられる？新しい。スキルブックっていうのがあったから、それ消費するのかな？教えてくれ、新しいスキル。あ、やっぱスキルブック使うんだ。違うぞ、でも。あの、クリスタル使うのか。ブロック。ああ、ブロック。つむじ返しで遠くの敵を切るエネルギーを放つ。周囲の敵を広背強力な回転攻撃。OK、これはクイックカットで敵を攻撃します。ブレードにエネルギーを集中させ、大きなダメージを与える。熱い熱を発生させます。なるほど、連続攻撃になるんだ。噛む。嵐、素晴らしい箱。何？これ本当はどういう翻訳だったんだ？原型とどめてないぞ、これ。すべてのエネルギーを使用して強力な一連の攻撃に集中します。ここはブロックすると、あ、下の、そういえば、4つまでか。L1 でブロック。本当はね、R1 が一番個人的にはいいんだけど、どうしようかな。ちょっと待ってね。装備で、あ、Y ダメなんだ。Y ダメなんだ。なんで？遠くの敵を切る。これで。間違いないね、ここ。他はちょっとクリスタルがないね。普
つ買ってみようか。これか。クールダウンタイムが発生するんだ。ガードこれか。うん。チーコ顔がふてぶてしいよね。いい感じ。あ、レベルが上がったことにスキルポイントか。HP は？なるほど。適応しない。攻撃は1ずつ上がる。なるほど。テクニックは何が上昇するんだ？説明がね、今のところ入っていないからちょっと分からない。マニュアルはないんだ、何も。ここ設定開くだけ。アイテムここですね。切る。さまざまな戦闘指示を含む大規模な本、それはあなたのスキルを磨くのに役立ちます。スキルの強化に使う。一回入手したスキルってことか？ミッション、ここでミッションを見ることができる。どこに敵が出現するのか見ることは可能なのかと思ったけど、そんなことないようだ。待って、一回入手したスキル見てみようか。あ、改善するこれかな。あ、そうだね。あ、でもこの宝石みたいなの使うんだ。まずは月、あ、いいや、今回試しにちょっと一回やるね。本当はまず他のスキルを入手してからの方がいいだろうなって思ってたんだけど、18、4上がった。なるほど。先に全てのものをカットする。強力に蓄積されたエネルギーを放つわけだ。これカッティングウェーブって確か大将さんが使ってたやつかな。防御13。オッケーオッケーオッケー。お、お前はなんだ、アイテムか。パン、あー、ポーション、危ないポーション。回復か。ここは？あー、預けておくのね。なるほど。なるほど、なるほど。近道、ショートカットか。R1、そういうことか。だから使えなかったのか。なるほど。この人は？鍛冶屋さんだから今度こそ武器かな。出ましたね。改善収集して、あー、なるほど。武器を強化することが可能っていうことだね。どうする、分解っていう項目もあるようだ。強さも非常に耐性のある特殊な、あー、装備品か。この試しにやってみましょうか。ん、あー、これ購入か。今使ってるものに強力だね。いきなり売ってるけど。なるほど、武器などにもレア度があるんだね。スキルなどもついているのいいな。クリティカルチャンスアップなどがあるね。すべてのミッション資料収集します。セルガはあなたのためにランダムの素材を行います。何これ。機材清掃マニュアル、すべてのミッション資料と、ああ、これ材料が必要なのか。何なら機材を行います。制作を行うってこと。ランク上実施。ちょっと書かれ方が独特だから分かりにくいな。アクセサリー、レアランク、クリティカル。じゃあせっかくなので武器だけでも購入してみようか。で、早速前使ってた武器がお払い箱。オッケー。あ、改善ここか。改善する。気づかなかった、ごめん。あー、なるほど。強化するのにもやはりクリスタルを使用する。あのクリスタル何にでも使うね。これ、ガチャの方では、やはりあれかな？うん、そうだね、そのようだ。ガチャの方では、ガチャじゃん、ごめん、スマホゲーだね。スマホゲーはガチャじゃないからね。スマホゲーの方では、やっぱりその課金で手に入る予想になっている形かな。出入りで手に入りそうな気もしますが。ちょっと横の方に行って、調べてみましょう。コインは結構手に入るように見えるけれど、どうなんだ実際な。あ、横の方に表示されてますね。スマホゲーかな。なるほど。マップは？マップは見れる。うん、見れる。クリスタルのようなマークもあるから、どこにその調べらなくてはいけないクリスタルがあるのか見れるのか。なるほど。おっと、アンティークリング、これは早速装備する。よし。テクニックは技のダメージアップだろうか。あの仲間もでも攻撃してくれるんだ、そういえば。あ、間違えてポーション落としてしまった。敵を倒しても当然だけれど、
アイテムが出てくる。オッケー。無理には別に入れない。雨が降っていますね。なるほど。これはガードを取ったのは失敗かな。あまりガードを使うということがなさそうだな。それより気になっているのが HP の下に0って出ているものがあるんだよね。あの0は何だろう。あ、こういうことか。唐突だったので奇跡を解除。Yeah。なるほど、こちらの宝石がもらえるわけだ。装備する。改善するが出ているけど改善する必要性はない。感じられない。新しい技が取得できるね。宝石そこそこあるんだったっけかな。二段ジャンプのようなものが入手できるようになるんだろうか。これ古い手袋今使っているものの方がいいのか。これ1ボタンを押しただけでマップが表示される機能が欲しいね。セレクトボタンなんだけど、大体はセレクトボタンを現状で押しても特に何も発生しない。血を入手。いて、そうか、コウモリか。倒せって言われてるもんな。ここ暗いな。古いチュニック。それでも今使ってるものよりだいぶいいって言おうと思ったけど、もうそもそも使ってねえ。適用する。 HP は何で上昇したんだ。よし、ここら辺にクリスタルマークがあった。ああ、あったあったあった。ちょっと回復する。おっと、コウモリの攻撃。コウモリでいいのか、あれは。見にくいな。割といつの間にかダメージが入ってしまう感じ。ロース。データ保存いちいち入るな。ロードとかも結構長めですね。今作最適化不足といった感じでしょうか。ロードは本当に結構こまめに入っている。おもり。今はいけないけど、将来的には何か道が追加されるのかな。預ける系か。キリアン周辺、世界に、世界3、近日公開。ということは、世界にまではできているということですね。
現在、アーリーアクセスの作品なので、今後アップデートでいろいろと追加されそうな感じはありますね。データ保存している。やっぱりロードが最適化不足なのかどうだか分かりませんが、結構入るという印象が強いですな。シャープターニングが今作では強そうというか使えそうなので、早めに覚えておこう。間違えた。こちらにして、防御ぶっちゃけいらないんじゃないかな。今つけてるけど、正直多分使わないだろうなーっていう感じが強い。どうしても使わない感じしかしないですね。さて、ここまで戻ってきて、このまま真っすぐかな。下に行っても特に何もメリットないので、あそこね、まっすぐ進んで何かないか調べてみましょう。敵の攻撃、ぼーっとしてると本当当たっちゃうな。気をつけないと。から？中央と上の方にクリスタルがあるね。技が増えたので使えるのはいい感じだけど、やっぱり敵の攻撃がサクッと入るね。予備動作を全く見る余裕がないので、ほとんどガードを使用すること自体が難しい。こっちに触れた瞬間攻撃してくるなんてザラなので、よし。落ちて死亡とかはなさそうだけどな。よし、どうした。ああ、だから僕はせっかく取りに行ったのに。ここからアイテム取れるのずるくない？あ、ヤギいたな。お前か、倒せって言われたやつ。回復。おお、レベルアップ。一瞬攻略。これ終わっただけで自動でお金とかが入ったのかな。今レベルちょうど上がったんだけど、それのせいで上がったのかな、どうなのか。受け取る。じゃあもらってはいなかったのか。才能ポイントで1点入っているけど、最大 HP も上がってるということは自動で上昇もするのか。それより気になってるんだけど、下の星みたいなマークは何だろう。主人公のレベルの他にその星みたいなマークがあるから、何か上昇させることができる。これ攻撃力ばっかりぶん投げてるけど大丈夫かな。そも取れていた。ここから右へ進むと、またクリスタルの置かれている場所が。
右の技がねちょっと使いにくい、あの回転攻撃のやつ。ため、がでかいので発動する前に敵の攻撃を食らってしまうということが発生してしまっている。まあ、使い方工夫しろよって話ですが、あとガードはほぼ死にスキルになってしまっていますね。ゲームの性質上、敵の予備動作が基本的には見えないの、おー、やられてしまった。予備動作が基本的には見えないので、 Your friend ground、 キャンプに戻る。ゲームの終わり。レベルなどは現在の状態になる装備とかない。ちゃんと倒れた判定があるからレベルとかそのままかな。データ保存しています。負けても特にデメリットはない感じかなのようですね。これはなんだ、ボイジョージヘルメット。あ、ヘルメット、なるほど。はい、最大 HP 装備のレベルを上げるために使用。最大 HP 装備、テクニック、防衛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 だよね。俺はいいんだが、この場合防具とかを強化した方がいい感じだろうか。ああ、そうだ、ここに来る必要ないんだ。なんかついつい触ってしまっていたけど、別にあっちに行く必要性はない。上がるけれど、敵の攻撃力がやっぱり高いよね。防御力を上げた方がいいのかな。今攻撃を上げている理由が、敵硬いんですよ結構今作、まあ、コンボ決めて倒してねっていうことなんだと思うけど、わかるかな。一応装備品は強めの武器を序盤で購入しているから、結構無双できるというか敵を倒すのが早くなるかなって思ったけど、そういうわけでもないね。今作敵の予備動作が見えないんだけど、攻撃をした後にすぐまた攻撃するってことを敵はしてこないんですよ。なのでこれ今みたいにね、なのでやり方としては多分敵の攻撃を一回避けてからガードをしまくるとか、ダッシュによってなどで敵の攻撃を一回避けてから攻撃に転じた方が効率がいいというか、リスクが少なさそうな気がしますね。後半とかでリンチに合いそうだな。こっちでいいんだよな。こちらにも当たってみますね。うん、スキルがほぼ発動できない。敵の攻撃はノータイムなので、すぐ攻撃ができるタイプのスキルではなくては、相当敵から離れている状態でなければ発動させることができない。逆に序盤に入手した、一番最初に入手したあの遠距離攻撃は正解だった感じですね。やっていると強化されたヤギかな。あれはバグってるわけじゃないんでしょう。ああいう攻撃かな。あとは豚さんだけか。そうですね、敵がのげそってくれている状態で余裕があったらこちらを撃つ感じかな。あの一発目に撃つとまず敵に反撃を食らってしまうので、あまりよろしくない感じですね。技のくるくる回転する攻撃、大きな豚、まあ、レベル8だしな。これ敵のレベルがこちらよりも異様に高いのは、やはりあれか、
序盤だから、序盤というかアーリーアクセス開始されたばかりだから、まだバランスが整えられてないという形だろうか。あそこなぜかあのエフェクトの影響なのか、カクつくっていうかわざと遅くなる。そしてやはり最大 HP が上昇していることから、レベルが上がればとりあえず全体的にステータスはある程度は上昇するようですね。こいつ勝てえな。おっと、リンチ、豚による必要なリンチ。あのジャンプ中は無敵になるんだあいつ。なるほど、スキルで起き上がりが欲しいですね。起き上がるっていうことができないんだけど、リカバーですね。起き上がるリカバー系の何かがあればもうちょっと助かったかな。なるほど、ロード長いね。すごい、こちらよりも早く攻撃してくる。ノータイムだ、ダコ的。ダメなんですよね、間違えて間違えて落ちてしまった。ダッシュをやらないと回復しよう。なるほど、これは序盤にポーションを打ってるのもうなずける。あー、そんなバカな、そんなバカな。あと敵は一応復活するんだね。ここら辺でちょっと稼げそうな気もしますな。一応ガチャ石っぽかったもの、宝石は通常にプレイしていても今持ちていますが、ああいうふうに通常に入手できるという点はいい感じですね。てっきり使用上もこれ1回以降入手できないんだろうな、序盤とか特定のイベント以外に入手できないんだろうなってタイプかと思ったけど、まあ、がっつりはそうですが、普通にプレイする分にはこういうところで入手できるという点がいいですね。何かある？あ、ここか。ちょっと危ねえことしたな今。これは無理だな。こっち？ああ、そっか、下の部分があるのか。おっと。下どうなの？これいけるのか？いけるけどここじゃない。微妙に場所が悪かったね。落ちるとこだった。いや、落ちたには落ちたんだけど、あー嘘だろ。このオレキ様よくもやってくれたな。スキルポイント確か振るの忘れた。あ、攻撃力で。受けてしまったということは、こちら上に行く方法がある。クリスタルね、あの後ろの方にあったんだけど見つけられなかったよ。ここにも上の方に何かイベントがあるような表示がある。そろそろボスなのでは。あれ、上に行けないな。あ、間違えて、ポーションを大量に使用してしまった。上に何かしら行く方法があるのかな。実はマップでなんだけど、これ到着済みのチェックポイントには入れるようにしてもよかったかも。あ、これそういうことかな。落ちてきたらここをチェックポイントに使用して帰れよっていうことかな。多分そうだ。だからこの変な構造をしているのか。
おっと。またここか。失礼。回復。大森狩りに良さそうな場所だね。大森倒さなきゃいけない量多いな。割に経験値は少なかったような。25、かなり少ない。フラグメントとゴールド、あれそういえばフラグメントっていうのか、あ、確率でスキル強化用の本が手に入るっていうのが大きいのか今作。なるほど。ここまではさっきと同じだな。あ、カカシがあんなところに。ただ現状では無理やりにしかいけない。いけないよねって言おうと思ったら割といけた。頑張ればいけるもんだ。あの上か。ということは何か見落としている可能性が高いか。マップの他の部位を探索した方がいいかな。あ、これマップの最初に戻されるのめんどくさい。ここに戻されるんですよ。これはあれですね、デスルーラーした方がいいですね。デスルーラーして一旦町に戻った方が早いな、他の場所に行くの。キャンプに戻る。クイックというかファストトラベルがどこからでもできた方がいいかもしれない。あと落ちどこかに落ちて画面が暗転した時はその場その近くで戻る、復活するっていう仕組みで問題ない。なぜあそこにしたのか。今のようにすごく離れている場所ですと、まあ基本的にはちょっと困ってしまう。これ回復量違うやつなのか。問題ない。ちょっと金が足りねえな。よかった、でも学んどくか。防御なんていらない。あ、これもでも出までに時間がかかってしまうね。特に強化は何もない。金が手に入ったら、あ、そうか、4000ちょっとお金があれば星5のレアな装備が購入可能なので、現在そちら購入目当てにちょっと稼いでもよかったかもしれないね。今考えるとここまで考えてなかったんだけど、衝撃波が一番強い、一番強いというか使い勝手がいい。やっぱり本作の使用上やっぱり衝撃波がかなり強い感じだね。次は真ん中かな。真ん中の宝石がある場所、あれどうやって行くんだろう。ここら辺でいいのかな。ああ、こんなところにチェックポイントが。よかった。さすがに遠いからな、ここ。お？なんだこれは。敵のこのカウンセル攻撃つらい。おっと。で、ノータイムで予備動作なしでやってくるのでかなりきついですね。わかるかな？私が攻撃しているのに敵にはそれを敵をキャンセルするっていうわけじゃないけど、その攻撃を無視してこちら攻撃してくることが可能。データ保存している。よし。
Yeah. あと2つ。で、だ、右下か。いけるかな？なんか、大森はほとんど岩野郎が倒してる気がする。ここでいいのか？いいようだ。おのれ。で、ここだよね。雑魚敵まで復活するんだよね。蹴り飛ばして、蹴り飛ばしじゃない、蹴り飛ばして、蹴りはまだ覚えていないね。例えば、スキルなどはアップデートで追加されるという風なことを確か制作陣が言っていたので、現状はスキル自体の総数少ないもんね。スマホゲーだけど結構がっつり強化をしていく形かな、ゲームのね。レベルの上限はいくつなんだろうね、そういえば。右側に、この現在いる大きなフロアの右に、ちっちゃな部屋がある。なんだろう。これで解除しておこう。ワーポイントね。あ、この宝箱預けるようなやつか。これ手持ちに、だよね、持てるアイテムに個数があるんだよね。これとこれは別にいらない。あと1体だな、どっかにいねえかな、手頃なやつが。ということは右上の先ほど行って通れなかった場所って俺が何か見落としているのか、いや可能性として二段ジャンプ的なものが実は入手できて俺が気づいていないのかな、入手していないのかなと思ってたけど、多分そういうことではないようですね。デスルーラーかな？木の枝だよね。コンパイン。あー、なるほど。コンパイン。あれ、融合させる。組み合わせるだ。ごめん。組み合わせるっていう方のコンパインね。これでほとんどの場所には行った。あの、左、
右の方のちょっと矢印出るかな。矢印は出ていますね。ここのエリアです。この2つのエリアに行っていないぐらいでしょうか。こちらに一旦戻って、残念ながら今回の配信は終了したいかと思います。ということで、単発でどんな感じのゲームなのかの紹介となりましたが、いかがでしょう。なんとなく分かったかと思いますが、現状ではやはりスマホ版の作品、スマホにも出す予定だったため、いくつか問題が発生している感じはしますね。日本語の翻訳がまだ機械翻訳なのはともかく、こちらですね。解像度をいじることができないというのが PC 的にはちょっと悪いのと、現状はバランスの調整不足もあって、いくつかのスキルが異常に使いづらいですね。特にこの遠距離攻撃を発動するスキル以外は、こちら見ていただけると分かるんですが、今スキルボタンを押します。投稿行為するやつね、こうためがちょっとちらっと入るんです。そのせいで使うタイミングが難しくなってしまう。で、難しいことがなぜこれが難しくてちょっとフラストレーションがたまる仕様なのかというと、あれなんです。敵の攻撃が非常に早い、敵の攻撃の出が非常に早いため、こちらコンボ中でも敵がバシッと攻撃してきてた。で、予備動作がないんですね。で、コンボゲーにしろ、アクションゲーム、通常のアクションゲームだと定義した場合でも、敵に予備動作がなく、必ずこちら攻撃してくる場合、コンボなんてできないし近づけないっていう形になります。で、今作でのそれに対しての対策は、敵が一回攻撃した後、また攻撃するまで時間がかかります、雑魚敵は。その隙に攻撃をする。ただ、予備動作などがないので、勘で距離を取る、避けるを繰り返して敵がまた攻撃するように近くまで近づいていく必要が出てくる。で、探索面でフラストレーションがたまるのは、先ほどのトラップなどに落ちた際ですね、穴、落ち葉、落ちる穴ね。落ちる穴ってちょっとおかしいですが 落ちて画面が安定する穴ですね。ああいうところに落ちてしまうと、そのステージの入り口、自分が入った側の入り口に飛ばされてしまうので、そのエリアの一番奥の方、入ってきたのと逆側の付近で落ちてしまうと、序盤にまた戻されてしまうというのがちょっと面倒ですね。で、今作、ワープポイントがいろんなところにあるわけではないので、わかるかな？一つのワープポイントからもう一つのワープポイントが近いところもあるけど、基本的な遠いんですね。なので、ワープポイント、ここね、見つけていないんだけど、ここ多分ワープポイント。ここ先ほどクリックしたところですね。ここは多分ワープポイント。見分け方として、これ、細長いんですよ。下、縦に、縦 横にじゃない、上下にちょっと長いエリアが、わかりやすく言うと、こんな感じ。こういうブロック状になってる。ここがちょうど同じ大きさなので、おそらくワープポイントなのですが、このエリアで、ここからファーストトラベルできてもよかったのではないかなと思います。本作、別に歩くことによって、その敵が出現しますし、敵を倒すことによって経験値が入るし、素材が手に入る、アイテムが手に入るっていう点がいいですよね。それについては全然問題ないのですが、現状では戦闘がなかなか独特な感じ、敵の予備動作などが見えないので、アクションしてるっていうより、とりあえずぶん殴る系のゲームになってしまっているのが残念といえば残念ですね。デイリーミッションとかがあるの自体は別に問題はないとは思いますが、少し気になるといえば気になりはしますね。そういうデイリーミッション系とかは割と好きなのですが、私個人としては。もうちょっと工夫が必要ですね。どちらにしろ今作の致命的に近い点、問題点としてやっぱり戦闘でしょうか。先ほどの巨大な豚さんとの戦闘では、こちらがコンボ中に攻撃してくる。他の敵もしてきましたね。ただ、彼の問題は攻撃中にスーパーアーマーが発生します。スーパーではないですね、ハイパーアーマーか。違いとしては、全く攻撃が通じなくなる。本当にスーパーアーマーのげそらないとか、敵が動かないだけなんだけど、ハイパーアーマーですね。で、無敵状態で突進してくる。飛び上がってお腹で押しつぶしてくるような動作をしてくる、主人公に対して。その攻撃はもう防御するしかないのだけど、予備動作が見えない、予備動作がほぼないで攻撃してくるので、当たる、近くでコンボをしていたら当たってしまう。他の作品でシビアな動きをする作品など、横スクロールでも、それこそ 3D アクションでもありますが、まず敵の予備動作が見えないっていうのはダメですね。こちらコンボのやりすぎで、それに対しての報復というか、それに対してのカウンターのようなことを敵がやってくるとかだったら、全くそれはプレイヤーの問題なので全然いいのですが、今作の場合は本当にやってくるのがわからない、予備動作がないのは辛いところですね。理不尽に近い感じの
ものになってしまうので、読み動作の追加が必要かなというか、その前に何か分かるような動作本当に必要、そのまま読み動作になってしまいますが、そういったところでしょうか。細かいところで先ほど言ったように、ここでワープできないマップが長い落ちた穴に落ちた場合、そのエリア内の最初に戻るなどといったちょっとフラストレーションがたまる要素がある。それ以外に例えば動き自体はこの発動までに時間がかかるということ自体はなんとかなる部類なのですが、他の面でちょっと問題があるので今後のアップデートに期待したいところですね。ただ今作ってかなり安いんですよ、Steam で発売されていますが、それでこのクオリティっていうのはなかなかいいと思います。本当に現在はアーリーアクセス中なので、その問題となるような点の修正を行えれば十分に楽しめる作品になるかなと思います。現状ではちょっとフラストレーションがたまるという点に目をつむればプレイできないことはないといった感じでしょうか。正直私個人はこういったタイプのアクションゲームが好きなので、今後に期待したいところですね。また改善などがされた場合プレイしようかなと思います。といったところで終了したいかと思います。皆様いかがだったでしょうか。今作気になった方は動画下記の概要欄の方にストアページを載せているので、ぜひチェックしてみてください。ブレイキングエイト、今後楽しみな作品でもあります。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。ライブ配信などもたまにしているので、ぜひ皆様遊びに来てください。そちらの情報は Twitter の方に載せさせていただいています。動画下記の概要欄の方に私の Twitter のリンクや今作のストアページなどを貼らせていただいているので、気軽にフォロー&チェックください。ではまた次のゲームでお会いしましょう。ホビドアでした。ご視聴ありがとうございました。